ニューヨーク大のウェブセミナーを始めていきます。よろしくお願いします。多分音声大丈夫だと思うんですけども、もし聞こえなくなったりしたら、チャットの方にご意見をお願いします。ではチャットの方を見ていきます。まず TJK の方を見てみます。TJK ですが、いつも見ている通貨、ユーロポンド、ユーロカナダ、オージー円、ポンド円、この4つで言いましたが、今現在ユーロカナダちょっと、あまり良くないので、様子を見てます。ユーロポンド、オージー円、ポンド円、この3つ、今現在は見ています。で、ユーロポンドなんですが、直近エントリーがあったのはこのフィボナッチです。5月28日21時の高値と5月27日17時のですね、でこのフィボナッチエントリーが10月1日の21時でマイナス 0.270 に10月2日の21時に到達しています。でこの後ストップがエントリーレートまで上がってきます。で、その後下がってきてますので、ここで、決済となっていますので、現在はポジションなしと。で、サインも今のところは出ていませんので、次のサインが出るまで待ちという状況です。OGN ですが、OGN 直近はこの円です。高値10月2日の9時、安値が10月2日の13時、エントリーが10月2日の21時のローソンとしてエントリー成立しています。で、マイナス 0.270 到達した後、まあ、これも同じようにエントリー、ストップがエントリーレートまで下がってきますので、その後戻ってきています。ここで決済されています。なので、今現在はサインも出ていませんので、こちらも待ちの状況です。で、現在ポジションを持っているのはポンド円なんですけども、ポンド円は10月1日13日の安値と10月1日21時の高値、このフィボナッチを取った分で10月2日の17時、ここでエントリーが成立しています。マイナス 0.270 いくかなと思ったんですけども、下がってきて、でストップかかるかなと思ったら、またちょっと上昇してきてるという、まあ要するにレンジに入ってるわけなんですが、どちらに行くかという状態です。マイナス 0.270 いけば、同じようにストップ、今現在 0.786 になりますが、これをエントリーレートまで上げていくと。という状況ですね。とりあえずどちらに行くかというところです。で、今、ドル円がちょっと動き出してきてますので、また次、サインが出たらエントリーを考えてみようかなというところですね。ドル円に関してはストップ 0.618 の方が、検証上成績良かったので、エントリー成立したらストップを 0.618 に置いてトレードしていきます。あとの、決済ルールは他の通貨と同じです。はい、TJK はこんなところですね。次に鬼ヶ島を見てみたいと思います。鬼ヶ島ですが、直近エントリー、こちらは成立してないですね。超えてませんので、惜しかったんですけども、T3 をローソク足の終値、まずルールなんですが、ボリンジャーバンドを突き抜けて、で最初に出た矢印ですね。この矢印のローソク足の終値が T3 を超えたらエントリーというところなんですが、こちら同値で超えてないと判断します。なので、エントリーが成立しています。直近エントリーがあったのは、ここですね。
ニアバンド当たって最新に大重視のロースト監視が T3 を超えています。で次の始まり値からエントリー、ストップは4本数えて一番低いところに置きます。リミットはこのエントリーレートからストップまでの幅と同じ分だけ設けますので、37.9317がリミットになると。でこのトレードに関してはリミットに到達しています。現在は、まだ条件満というところですね。ポリジョンバンドに当たって、で、T3 を、矢印が、最初に出た矢印が T3 を、ローソク足の終値を超えていればエントリーとなります。はい、TJK 鬼ヶ島はルールがすごくシンプルですので、初心者の方にはお勧めしています。では、慣れてきたら、僕は裁量トレードの方が成績は上がると思いますので、まあ、当然、ルールが、裁量トレードでもある程度ルールが必要ですので、その自分の勝てるルールを身につけるまではちょっと時間かかるかもしれないですが、身につけたら裁量トレードの方が良いかと思います。TJK 鬼ヶ島はこんなところです。もし何か、ご質問などありましたら、チャットの方にご確認いただければと思います。このほど時間を置きます。はい、特にご質問ないようでしたので、次にスイングの相場を見ていきます。はい、まず週足の方からなんですけども、週足、上昇してきて、今のところ緑 MA に支えられて、週足自体は今週の足場、陽線が出てきています。個人的にはダウントレンドになっていくのではないかなと思っているんですが、まあ、現在は週足このチャンネルが効いてきているのではないかなと思っています。ダウントレンドからの今チャンネルに入ってますので、もし下に抜けてきてくれたら結構強いダウンがあるのではないかなと。ただこの中にある限りは大きな流れでは、まあ、本当に大きな流れはダウンと僕は見ているんですけど、この中にいる限りはアップの可能性があると見ているのかなと思います。個人的にはなんですけども、この6月1日の、レイヤースにつけてるんですけど、ここから始まる上昇が R7 に到達して5月19日ここで終わっている可能性があると言っています。で結構な期間上昇してましたので、一旦下落の調整もそれなりの期間あってもいいのではないかなということで、大体のどの時間足でもそうなんですけど、大体天井つけてから、まあ、もしくは底つけてからもそうなんですけど、下落して一旦調整入ってもう一回下落、この3つの流れはどの時間足でも大体発生するので、今現在は下落してきて、でこれが1つ目の流れですね。下落してきて、でそれが終わって今この調整の段階に入っているのではないかなと。でこの調整が終わったらまた下落が始まっていくのではないかなと
います。ポンド円に関しては綺麗なラインが、ローソク足自体はごちゃごちゃなんですけど、まあ、こういうラインが引けるのかなと今現在見ています。もしかしたらこの実体で取っていくともうちょっと急な角度になるかもしれないですが、こういう感じですね。どちらが正解かっていうのは正直わからないんですけども、下に抜けていく場合は、この緩やかな角度の方が抜けた場合確率は高いかなと思います。下に抜けていくのであれば、この HSI で見るか、このフィボナッチ、まあこれでいいのかなという気もするんですけど、ちょっとまああまり綺麗にこの安値にタッチしてきてないので、5月26日のここにはっきりしたサポートが見えていればそれが効いているのかなと見ていけるんですけども、まあそれがちょっと見当たらないので、ひとまずはこれで見てます。まあそうすると次、これだけの幅開くしてきて、で今現在結構な期間レンジに入ってきてるんですけど、そこから下に抜けた場合ですね、まあ、トレンドラインでもいいと思うんですけど、抜けてきた場合おそらくここで止まるっていうことは多分ないと思うんですね。結構な、期間のレンジになってますので、まあそうすると次狙っていけるのは 0.500 かまあ S6、 個人的にはこの S6 がある122円後半、中盤後半あたり、今のところはそこを見てるんですけども、まあそれぐらいは狙っていってもいいのではないかなと思います。まあその時の相場の形によって決済を考えた方がいいとは思うんですけど、それなりの下落は発生してもおかしくない。逆に上昇していく可能性ももちろんありますので、そちらも検討していただいて、取り替えるように上昇していくようだと、そこそこ強い上昇になっていくかもしれませんので、その場合、この高値あたりまでもしかしたら目指してくるかもしれませんので、そちらも考えておいてもいいかなと思います。どちらにしても売りであれば、このトレンドライン抜けてからの方がいいかなと思いますので、現状では待ちかなと。まあ、短期でレンジ取っていってもいいと思うんですけど、ちょっと難しい気がします。このレンジはですね、ごちゃごちゃしてますので。で、まあ、僕いつも出してるこういうチャートなんですけども、まあ、こっちで見てもいいんですけど、綺麗に25のシンプル MA なんですけど、こちらは綺麗に相場支えてますので、これを下に抜けてきても、売りで考えてもいいかなと。まあ、あくまで終わりねですね。で終わり値ベースで考えるのであれば、まあ、この日足の 25MA でもいいと思うんですけど、早いのは240分のトレンドライン。こっちの方が早い。多分早いと思います。ユーロ円なんですが、ユーロ円もほぼ、ポンド円と同じような形には現在、いるのではないかなと思います。上昇してきて、綺麗にチャンネルの中に収まっていたんですが、このチャンネルを上に越えて下がってきて、今現在このサイドチャンネルが相場下支えしてるんですけども、だいたい一回ブレイクして戻ってきた場合、あんまりこのチャンネルが効いてくるということをそんなに僕は見たことないですよね。一時的に効くことあるんですけど、もう一回下に行くのではないかなと僕は見てます。まあボリジャバンドも狭まってきてますので、ボラティリティがちょっとなくなってきてるのかなというところで、まあ今はレンジになりやすい期間かなと、もしくは調整でちょっと緩やかに上昇していってるんですけど、そういう期間にているなという印象です。で240分で見ると緑目が相場を支えてますので、少なくともこの緑目終わってこないというところですね、まあ、それまでは上昇は続くと見ているかなと思います。
な目安なんですけども、今現在 0.38 ドイツさんが重なるあたりで止まっていると、まあ、見ていいのかどうかなんですが、まあ、この辺に今来てます。で、ここをはっきり超えると、もう一段上昇あると思いますので、まあ、それはそれで、また、僕個人は売りと見てますので、見送るようになると思うんですけど、買いで考えている方は、まだそこから買いで考えてもいいのかなと思います。短期的にはとりあえず240分ミドル MA 下に超えてきてくれたら、ちょっと打ってみてもいいかなというところですね。はい、オージー円結構下落していってるところなんですけど、今日のところは、まあ、今現在のローソク足見る限りは十字足になっていて、まあ、若干微妙な感じにもなってきてます。なかなかの勢いで下げ止まってたのと、まあ、このラインちょっと気にはしてたんですけど、ここでまあ支えられたのかなというところですね。ボリンジャーバンドも横ばいにほぼなってたので、ちょっと戻りが発生してもおかしくはなかったのかなというところでした。個人的にはこのライン見てまして、このライン下に割ったところで一旦折りを考えたんですけども、ここちょっと戻されてきたので、再度ちょっとこのライン、ちょっと長いラインですが、割ってきたところ、あ、こっちでしたね。失礼しました。240分足のこのラインですね。100の日足とほぼ同じようなラインにはなってきてるんですけども、一回支えられて上昇していったんですけど、ほとんど高値は超えることが、ほとんどというか超えることができずに、再度下に割ってきたと。で、上がって下がっていって、で、ちょっと僕出遅れたんですけど、このあたり、23時ぐらいで確か打ったと思うんですけども、まあ、そこから今日の午前中に決戦したというところですね。まあ、もっと下がるかなと当初見てたんですけど、結果的に微妙だったので短期で終わらせたというところです。で、個人的にはそんなにトレードはしないんですけど、ちょっと面白いかなと思うのがカナダ円ですね。このチャンネル、ダウンのチャンネル、結構綺麗に効いてきてます。これを上に超えてくると、結構強いアップになると思うんですけど、それまではダウントレンドと考えていいかなと思います。日足でも同じようにチャンネルラインは引けるんですが、こんな感じですね。ここの中で今推移してます。これを下に割ってくると、またそれはそれで、この大きな週足でさっき引いたダウンのチャンネルの流れに沿っていくと思いますので、もし下に抜けてくると結構強いダウンが発生する可能性があります。もしかしたら今週の雇用統計をきっかけになるかもしれないし、雇用統計きっかけでまたこの上に超えてくるかもしれないですけど、ちょっと微妙ですね。今この日足の緑 MA がレジスタンスになってますので、このまま効いてくれるようだと垂れ下がってきて下がっていく可能性があるかなというところです。240分足なんですが、下がってきて、もうほぼ同じような期間で高値つけて下がってきてるんですが、ユーロ円とかポンド円と同じですね。で、見てた、個人的に見てたライン、このラインを見てました。240番足のチャンネルラインですね。で、これを割ってきた時点で、エントリーしたんですが、まあ、これまた後で言ってもいいやつなんですけど、ERB ですね。で、実態でも割ってきてますので、このフィボナッチですね。このフィボナッチを引いて見てました。エントリーはもう実態割ってきたので、
17時の時点で僕は確かエントリーしたような気がするんですけど、ストップはここの高値に置いてたんですが、まあ、はっきりと実態も下に割れたので、ストップ 0.618 の上に、5ピップ上に置いてたんですけど、残念ながら仕様の発表で損切りになったというところですね。でもう一回再度下に行くようだったら、また売りを考えたいと思うんですけども、まあ、なんせ明日、明後日のニュースがあります。明日はユーロの政策金利ですね、ポンドもそうなんですけども、それと金曜日は雇用統計がありますので、まあ、その辺次第ですね、まあ、それが終わってからエントリーを考えていく方が勝率はまあ高くなると思うので、それからでもいいと思うんですけども、まあ、テクニカル通りにとりあえず僕はニュースあってもいつもエントリーしますので、ただニュースがある際はリスク下げて、いつも僕やってますので、そういう感じでやっていくかなと思います。オージードルですが、オージードル週足です。結構綺麗なレンジに今入ってきてますね。この2点いった、3点目抑えられて下がってきてます。でもしかしたらこのレンジの中であれば、この2点引いたトレンドラインの下のラインを狙ってくるかもしれないというところですね。上昇してきてダブルトップ作って、週足では下げてきてますので、まだ下に行く可能性は十分あるかなと。日足ではちょっとボリンジャーに差し掛かってきてますので、まあ、バンドボックスでいったらどんどん下げていくと思うんですけど、今のところ特に壁も見当たりませんし、都合も抜けてきてます。直近安値ぐらいしかちょっと見当たらないので、まあ、まだ下げはあってもおかしくないかなという相場ですね。個人的に見てたのはこのトレンドラインです。このトレンドライン終値でも終わってきてますので、で、S5 も超えてきてます。日足終値で超えてきたことより確実なので、今日の終値で超えていれば、また売りでエントリーをしようかなと考えてます。まあ、その代わりリスクだいぶ低めですね。ストップは、まあ、奥ならここか、まあ、ダウンが続くんであれば、このローソク足ですね、10月2日のローソク足の高値を上に超えていくっていうのはちょっと考えにくいので、この上に置いてもいいかなと思います。多分ここに置いてくると思います。目標は HSI がそんなに効いてきてないと思いますが、ダブルトップの目標値っていうのはこの高値からこの安値までの幅と同じ分だけ、今回こっちの方が高かったので、こことここで表なしてたんですけど、マイナス 1.000 が目標になってきますので、ここまで行くのかどうかわかんないんですけど、ある程度まあ引っ張ってもいいかなと思いますね。最低でもストップまでの幅と同じ分だけは狙っていきたいので、160ピップ、S6 までは持っていってもいいかなというところですね。まあ、もちろん下がるかどうかわからないんですけど、個人的にもそんなに、パターンの、勝率の高いパターンのトレードでもないですし、まあ、勝率低いのか高いのかもちょっとよくわからないんですけど、僕の中ではですね、このパターンは。とりあえずダブルトップにもなってますし、レンジの中ということで下げていく可能性の方が、まあ、高いかなという、純粋な、まあ、相場分析ですね。はい。あと、まあ、ユーロドルもちょっと見ておきましょう。ユーロドルは、まあ、ユーロ円とほぼ同じような流れですね。ちょっと、ドルの方が強いので、若干ユーロ円よりは下げ気味の形にはなってるんですけども、
してきて上昇して 0.38 に当たって一旦下げて、で今週は陽線になっています。まあ、今のところを見る限りまだ上昇してもおかしくないなとは思うんですが、個人的にはダウンで見ていきたいと今のところは見てます。 HSI と、まあ、ほぼ S5 あたりで止まって上昇してきてます。個人的にもトレードを短期でやったんですけど、まずこのトレンドラインですね、このトレンドラインを上に抜けてきて、で再度下に抜けて安値更新して次戻ってきた時、この高値ですね、これを終わり値で超えてきたら買いだなということで、 60% 足で実態超えるの、終わり値で超えるのって言ってたんですけど、超えたのが18時、まあ、こっちで買いましたね。ちょっと早めに行ったので 0.1291、まあ、戻ったかな、忘れたんですけど、まあ、始まり値ぐらいですね、ほぼで買って、でまあうまく上昇はしてきてくれたんですけど、ちょっと下げが強いような気がしたので、 NRMA にタッチしてきたところで一旦決済したという感じで、ね、ちょっと下向きになってきたなという感じのところで決済して、今のところは様子を見ています。今240分足、まあ、60分でも見れると思うんですけど、このチャンネルが綺麗に効いてきているように今のところは見えます。そうですね、何本かこの下のラインで支えられていたら結構強いなと、このチャンネル強いのではないかなと見えます。高値は結構綺麗に。もしこのチャンネルで支えられているようだったら、継続してこのチャンネルで見ていきたいなというところですね。これを、割ってくると、まあ、ダウンになるかなと言われるとちょっとわからないですが、レンジが続くかもしれないですね。まあ、軽くは打ってみてもいいかなというところですね。あんまりちょっと強気では売れるような相場では僕の中ではないです。線はこんなところでしょうか。もし、他に見てほしい通貨、ご質問などありましたら、チャットの方に書き込みいただければと思います。1分ほど時間をかけます。特にご質問もないようですので、次、最後に短期の相場を見てみます。短期の相場では、個人的に見てたのが、エントリーしてたのがカナダ円ですね、ロンドンの国内なんですけど、まあ、こちらもすでに損切りされたので、今現在のポジションなんですが、このチャンネル、ERB で見てたんですけども、まあ、これは言った通りですね、ここの高値と、ローソク足の実態が抜けてきたやつね、で、フィボナッチを取って、
日本はっきりと抜けてきてたので、ストップを 0.618 の上に、5ピップ上に下げてきてたんですが、エントリー自体は、この高値の上に、エントリーした直後ですね、は高値の上にストップを置いたんですけど、それを下げてきてたら、まあ、ニュースで、下げになったというところですね。まあ、でも、ニュースも結構トレンドに沿って動くことも、まあまあ多いので、まあ、これは損切りに合うべくしてあったトレードかなと思います。あと今見てるのはポンド円ですね。ポンド円このチャンネル、もうすでに引いてるんですが、60% してダウンからの今チャンネルライン、レンジに入ってきてますので、これを下に抜けてきてくれたら売りたいなという相場ですね。で、日記にも書いたんですけど、上昇しても個人的には売りで出てます。上昇した時の、売りのパターン2種類考えてるんですけど、ですね、今日見た方が早いですね。あ、違う。これはさっきのやつですね。抜けたらダウントレンドがなくなる可能性が高いので。で、見ておきたいパターンはこれなんですけども、まあ、こっち先、映してないんですが、ダウントレンドからのトレンド転換で、チャンネルの中に入ってきてます。で、まあまああるパターンなんですけども、このレンジからもっと上に抜けてきてくれた方がわかりやすいパターンだったんですけど、ちょっと見つからなかったので申し訳なかったんですが、レンジからこのチャンネルの枠を一回ガツッと上に放たれて、で、再度チャンネルの中に入ってくると、まあ、結構下がっていく可能性が高いです。なので個人的には、一回上に放たれて下がってきて、一番いいパターンは下に抜けてから売るのが最初はいいと思うんですけど、ここレンジになってきてます。上に抜けて下がってきてチャンネルに入ってレンジになってきた時点で個人的には売りを検討します。で最初はストップこの高値の上に置くんですけど、まあ、ここで赤い矢印が出て、一本下に放たれてる印象のあるローソク足ができてくると、もうそこから、ちょっと強めに打っていくという感じですね。まあ、でも、この始まり値の時点では打っていきたいなというところですね。こういうパターンがもしできてくれたら、売りたいなと。なので、ここを下に割ってきてくれたら売りですね。もしくは上がっていって、さっきのパターンのように、チャンネルを上に放たれて、一回放たれて、再度下に割ってきて、ですね。再度下に入ってきて、で、そこからちょっとレンジに入ったら、そこから売りを検討します。もしくはそのまま上昇していくようだと、再度この高値を目指して、ダブルトップを目指していく可能性があるので、その時点からまた売りを考えるというパターンですね。そういう感じで今のところは見ていきます。あとは、ロンドンの時に見たのは、まあこれもさっきスイングの相場でも言ったんですけど、ユーロドルですね。ユーロドルのこのチャンネル、聞いてます。引いてるような印象ですので、これ下に放たれたら、まあ、ちょっと売りを検討してもいいかなという相場ですね。あんまり強く売れる感じでは僕の中ではないので、ちょっと様子見たいなと。あとは、あのところは、今見たら、これ気づかなかったんですけど。ちょっと違うね。
これも TRB ですね。今見たらっていうことですね。全然気づかなかったんですけど。あんまりポンドドルで僕はやることが少ないので、全然見てなかったですね。これは良かったですね、今見たら。セールキューしてますね。これはロンドンのところのメーカーですけど、個人的にはトレードをしてたやつですね。ドルフランの TRB。トレンド転換があって、最初の TRB 調整、この調整がフラッグになってるとすごく、勝率高いパターンなので、もちろん 100% ではないんですけども、これが現れたときは大体僕はトレード、発見できたトレードまでにします。でここは最初の調整と僕は見てましたので、ここでチャンネルを引いて、で、安くねと、ローソク足1本分放たれた時にある高値ですね。ここでフィボナッチを取って、個人的に狙ってるのはいつもマイナス 0.618 なんですけど、上昇して、で、6S で見てたんですけど、まぁ、ちょっと下にそこそこ行きそうな感じがしたので、一旦決済して、これは10ピップほどしか取れなかったんですけど、トレード終わらしたというところですね。まあ、あとは、特には見当たらない。ああ、この辺もいいですね。ちょっと残念ですね。見てなかったです。フラッグ。バスッと急落してトレンドが下に行ったなというところからレンジに入ってきて、下に抜けると、まあまあ下げてくることが多いので、これはいいですね。10分足あんましないんですけど、次見かけたら下になる。これは完全に僕は狙いしてますから。まあは、もうちょっとレンジができるのを見たんですけど、あんまりしっくりこないですね、今のところ。そんなとこですかね。今見てて有効そうなのは、ポンド円が一番有効そうに思います。上がってきて、で、そこそこの期間、レンジに入ってますので、ある程度レンジの期間がある方が、やっぱり抜けた時、強いので、ユーロドルはそれに比べてちょっと短いかなと思います。で、まあ、本当にこれが効いてくるのかどうかもわからないんですけど、この短期間で下に抜けても、あんまりはっきりとはいかないような気がしますので、どちらかというと、ポンド円、ユーロドルよりはポンド円の方がいいかなと、僕は思ってます。はい、短期はこんなところですね。もし何かご質問がありましたら、チャットの方にご回答お願いします。5分ほど時間を置きます。
特にご質問もないですね。まあ、短期トレードもスイングトレードもそうなんですけど、僕はスイングトレードの方がメインで、スイングトレードの方が自分の勝ちパターンの方が多いので、いくつか数は持ってるんですけども、まあ、そのパターンが多ければ多いほど、やっぱり相場に対しては有効かなと思います。裁量トレードはどれだけ自分の勝ちパターンを持ってるかっていうのがすごく鍵になってくると思います。で、そのパターンが安定して勝ってくるとメンタルも安定してきますので、無駄にトレードするポイントがどんどん減っていくっていうことですね。それがないっていう方の方が多分多いとは思うんですけどもね。ただそれは、まあパターンを作って、それを検証して、で、あとそれを経験してできていくものなので、そんなにすぐできるものではないと思います。で、今、まあ僕らが短期で伝えてる TRB なんかは、まあ、スコットの得意なパターンですし、まあ、実際僕もやってるんですけど、結構有効ですので、伝えされてみてもいいかなと思います。で、まあ、あとは一つですね。まあ、複数やっていくのもいいとは思うんですけど、まあ、よくはないですね。やっぱり一つですね。まず、自分の得意なパターン一つ考えてみて、それをそこから打破していった方が、やっぱり有効だと思います。いろんなものに手を出すより、一つの、ものに集中して、で、そこから突破口を開いた方が大体うまくいきますので、まず一つのパターン考えてみて、で、それが特になければ、やっぱり TRB からされていった方が、裁量トレードを考えるのであればいいかなと思います。もちろん僕もスイングトレードのパターン持ってますので、また知りたいという方は、全然聞いていただいたらお伝えします。はい、こんなところですね。で、ロンドンでもお伝えしたんですけど、おそらく来週から、月曜日、有期出張をやって、水曜日、僕はウェブセミナーしてるんですけども、月曜日と水曜日のロンドンタイムを出張がして、ニューヨークタイムを僕はするようになるかなと思います。また、その点変更は、メールでお知らせしますので、そちらの方を見ていただけたらと思います。で、今週金曜日は変わらず、ロンドンは有給出張、ニューヨークは木の木さんはやる予定ですので、またご参加できる方はぜひご参加してください。はい、では45分ほどでしたけども、長時間お疲れ様でした。また、ご参加ください。よろしくお願いします。では、失礼します。はい、ありがとうございます。失礼します。